皆さんこんにちは、タムプロです、先日はこちらのラズルダズルさんの CC フォージットの動画を、お送りさせていただきました。僕の動画にしてはとても多くの方が見ていただいたのですごく嬉しいです。その動画の後半に今後レッスンの話、実は僕にこんなことがあったんですみたいな話もさせていただいたと思うんですが、自分の飛距離アップというところにどうしても今よりも球は飛ばしたいっていうふうに思ってて、いろんなことにトライしてました。まあ、普段レッスンしてる中で僕がお話ししていることっていうのは自分自身でトライしてたこととは違って、こちら自然体スイングっていうふうに書いてある通り、全てスイング動作っていうものは自然の中で行われるべきものだというふうに思ってますので、皆さんへのレッスンっていうのはそれを中心にお話ししています。ですがその自然な動きの中に何かを加えたらもっと良くなるんじゃないか、もっと飛ぶようになるんじゃないかというふうに僕は思ったわけです。そのまあいわゆるスケベ心っていうのが出たがために、僕はですね、実はドライバーイップスにここ4、5年なってたような気がします。例えばもっとこう走らせるためにシャフトを軽くしたい、シャフトを柔らかくしたらもっと走るんじゃないかとか、いろんなことを試したんですけど、もうやればやるほどぐちゃぐちゃになってって、でそのぐちゃぐちゃが一体どんなぐちゃぐちゃかっていうと、面白いのが球がどちらかって OB 打ちまくるかっていうと、そんなんでもないんですよ。なんとなくいくんですよ。だけどそのなんとなくいってるのが自分の中で狙ってる球でもない。ちょっと待って、今のはなんでこんなまっすぐ行っちゃったの、はたまた逆に言ったら、ちょっと待って、右曲がるはずなのになんで左曲がったとか、よく分かんない状態に、まあ、なっていたのは確かです。でそのことに気がついて、もしかしてこれってイップスなんじゃないのっていうふうに思った瞬間に、今まで自分がトライしていたことに対してバカバカしくなって、もういいや、やめた、元に戻そうっていうふうに思い、元に戻しました。そして今までの自分のベースっていうのをさらに増長させるために、もっとこれを大げさにしたらどうなるんだろうっていうふうにやったことで、今の僕はそのトライを始める前よりも飛ぶようになって、より正確なゴルフができるようになって、今年は確かにいいゴルフをやってます。そんなイップスだったのにもかかわらず、なんでスッと戻れたのか、そこにはこの自然体ゴルフというものをベースにしている中にある自然な動作の展開の仕方っていうものがあります。その自然動作の展開の仕方っていうのを最初にちょっと皆さんにお話ししたいなと思います。そうすることによって今までと考え方は絶対変わるし、もっと言うならばインパクトゾーンも安定すると思います。そんな動作展開の仕方、その動作展開は一体何から始まっているのかっていうのをこれからお話ししたいと思いますので、ここからレッスンに移っていきたいと思います。それでは最初にこのクラブというのはどういうふうに動かすと一番自然なのか、そして効率よく動かせるのかっていうのをお話ししたいと思います。いろんな方のレッスン動画もあると思います。その中で言ってることが違うじゃないかっていうのも多々出てくるとは思いますけど、これはあくまでも僕の自然動作の考え方、自然の中でクラブを扱ったらとても大きな力が自分が一生懸命頑張るよりも作れるんじゃないかなっていうふうに思っているところがあります。まずこれをちょっと見てほしいんですけど、よくゴルフは振り子だよっていう話があると思いますが、多分まず振り子って考えるとこういう動き、今僕がグリップをつまんでますが、これが振り子ですね。視点があるわけですから。でこの視点のある動き、この動きだけだと実はクラブはこのくらいしか動いてくれないわけですよ。だから一生懸命上げるわけです。こうやってトップに向かって上げてって、このグリップにテンションがかかるんです。いわゆるこれってトップ行った時のこういう状態です。力入ってます。でしかもギューってこうなるんで、このギューっていう感覚が肩ですよね。肩が一生懸命こう力がかかっている、若干苦しくなって肩がこう詰まってるような感じがするわけです。実際にスイングしてる時に肩に力ってかかったら上体が切り返して倒れたりするので、実はスイング中肩に力っていうのは
全く入りませんので、ね、覚えておいてください。それで次、まあ、もう一回戻りますけど、話がこの視点をこうつまんだまんまテンションをかけて、ここからこれトップですね、で手離します。クラブこうやって動きました。実際ここからトップのこの位置からここまで動けば反対側まで動いてるから、左右対称には一応条件的にはなります。だけどちょっと見てください、ここでテンションが一生懸命かかってます。でここから戻してきた時にこれとってもじゃないけど加速してるように僕には見えないんですよね。どっちかというと減速傾向にあるんじゃないかなというふうに思います。それよりもこっちを見ていただきたいんですけど、このつまんでるものを右左に動かしています。これをいわゆる重心移動ですよね。この右左に動かすことによってクラブの動きは慣性の力を使って大きく動きます。で、この慣性の力が働いている間っていうのはスピードは落ちません。むしろスピードが維持されるか加速します。ということはその間クラブの向きもあまり変わることはないので、球自体はミスショットしてもそんなにとっちらかることなく、飛距離もそんなに落ちないというふうになってくると思います。で、この自然動作っていうのがあることによって、僕はイップス傾向だったのにもかかわらず指導ができるわけです。だからどうやっていいか分かんない、上げ方が分かんない、そんなことは思わないです。上げ方っていうのはなく、こうやって上げていきましょうじゃなくて、自然にこう右左に重心移動する中で動き出すものがテイクバックというふうに考えてたので、イップス傾向だったにもかかわらずクラブを普通に振ってるかのように見えてたじゃないかなと思ってます。なので今日はこの動作展開の始まりについてをどういうふうに掴んでいこうかというような話をさせていただきました。このあとどういうふうなことを考えながら自然動作を展開しているのかというところもお話ししていきますので、引き続き楽しみにしていてください。